これどうやったらさ、これこんばんは、キリンタンです。今日はよこちらの先日ギフトでいただいたウェアを着ております。ちょっとちょっと思いのほか短かったかもしれない短かったかもしれないはい、ですね、まあ安全を確保しつつ今日もねストレッチをしていきたいと思います。よいしょ。はい、春の奇跡ですね。いただきます。今から見に来てくれた方も乾杯。今日のこの服装ですけどもね、ちょっと危険が伴いそうな危険が非常に伴いそうな雰囲気がありますので、まあ安全に進めたいと思いますが、まずはいつも通り深呼吸からしていきましょう。なんかもうみんな私の生徒みたいな感じなのかな。なんか毎週ここに見に来てくれてるとしたら、もうもはや私の生徒だよね。吸って、入って、もう一回吸って、吐いて、吸って首を横に、斜め前、反対、吸って吐いて横に、斜め前。よし、これ前後合ってるよねじゃあ首を回しましょう。右回しに2回、左回しに2回、どうぞ。反対も、しましょう。前に8回、後ろに8回、肘を大きく動かして、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、後ろ1、2、3、4、5、6、7、8、うー、後ろに行くんですね。床の方にぐーっと押し出して、今度体からぐーっと離して、はい、膝のあたりですね、掴んで背中を丸めて、肩甲骨引き離して、今度は胸を上に突き上げるように、もう一回背中を丸く、突き上げる。
よし。ちょっと今日私腰がなんか痛くてなんか高齢ですよね、高齢グスなので、今日はちょっと体の痛いところ、肩、腰を重点的にやっていこうかな。あ、曇ってたんですねじゃあ、短いからちょっと技術が色はね、よいしょ、ご安全に、ご安全に、はい、せーの、パタパタ、膝をパタパタさせて、じゃあ息吸って、ちょっと体重を前にかけて、もう一回吸って手を前に置いて、お腹から床につけるように、うん、片足を開いて、ちょっと見えないです、はい、こんな感じで片足開いて、吸って下を見る、吸ってちょっと体重かける、吸って手を一歩前に置いて、このあたりがとっても伸びてますね。うん。うん。はあ。で、ふう。オッケー。じゃあ反対足。息吸って、ちょっと下見る。ふう。吸って。下はちょっと体重、ちょっと体重をかける、吸って前に倒す、まだ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 、うんうん、ゆっくり戻って、息吸って、この辺が伸びるよ、吐いて、ふう、足の方に倒す、この辺が伸びてます、もっと伸びれる、うんうんうん、よし、OK、戻って、ちょっと開脚しますか、大丈夫かい、みんなついてこれてるかい、なんか実はこれぐらいローアングルの方が見えるんじゃないか、両足が、吸って下見る、吸ってちょっと体重かける、手を一歩前に置いて、ゆっくり倒す、ああ、痛いですね、まだまだいけるよって人は手を前に歩かせていく、あら、まだ余裕があるわって人はこのままグー、抜けましたね。
よし。よし。よいしょ。して、ちょっと私腰が心配ですので、このあたりで腰のあたりをに効くやつをやろう。膝を重ねて。ちょっとこれが苦しい人はもうちょっと浅くしてねやってください。吸って吐いて、ゆっくり前に倒していく。なんか変な生き物みたいな、ほらなんかあれみたいだね、万華鏡の中、万華鏡の中の人みたいん？なんだそれ。はい、ゆっくり起きて、上下の足を入れ替えましょう。そうですね、横から見るとこんな感じですね。吸って吐いて、膝を抱えるように、これ上になってる足のももの後ろ、もも裏、またお尻の奥の方が伸びます、よし、結構いい時間ですね。大丈夫かな、こういうのをやりたいんだけど、ちょっと顔映さないと YouTube さんに怒られちゃうから。開いた、膝こっから一歩出して、ちょっと多めに出して、ぐー、ここを伸ばしたいです。ビービーいきますね。OK、結構ですね、お尻が硬いとか背中が硬いと腰が痛くなってきちゃいますので、お尻をほぐします。結構ね、編集作業とかしてると痛くなっちゃいますね、私は。これは床にグリグリお尻をこう当てるだけなので、お家で誰でもできると思います。違いが心配だけど、こうすれば開けるね。はい、なんか筋膜リリースできるやつ、ローラーがあればそれをねコロコロやるといいのかなって思いますが、そんなのいちいち家にないですからね、きっとね。こんな感じで、すごい痛い。いつもより長めにやってるのが分かりますか？痛いんです今。ここだ。痛たた。痛い。よし。一気に計らいましたら、背中を伸ばしたいんだから。よし。じゃヨガの最後とかでよく
登場するやつをやって終わりにしましょう。よいしょ。私もちょっと上がいいのかな。膝を抱えて、おでこくっつけるように。大丈夫みたい。よかった。乙女の聞きは。よし、乙女の聞きがまとまれ、ま、守られました。今日日本語できない。両膝を変える。大丈夫か、大丈夫か、ここ大丈夫か。よし、ゴロンゴロンして背中をマッサージ。やっちゃいましたね。はい、なんか網羅はしきれてない気がするんですが、まあこれでちょっとはこの後の運動が活動ができるかなって思います。頑張りすぎるそこのあなたも、たまには息抜きをしてくださいね。こんなのオフィスじゃできないよとかね、言う方もね、ぜひ椅子の上でこうやってこうするだけでも違いますのでね、やってみてください。最後が一番有益だったかもしれない。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またね、バイバーイ。